エオリア諸島、またはエオリエ諸島は、シチリア島北方、ティレニア海南部に Y 字型に連なる火山性の諸島である。リーパリ島など主要7島で構成される諸島全体には約1万3000人の人々が暮らしており、行政上はシチリア州メッシーナ県に属する。今なお活発な火山活動を行っているストロンボリ島からは、 ストロンボリ式噴火の用語が生まれ、ブルカーノ島がブルカの式噴火の用語が生まれるなど、火山学の発展に大きく影響した。これらの島々は2000年にユネスコの世界遺産に登録された。諸島の名はギリシャ神話における風の神アイオロスに由来する。首都であるリーパリ島にちなみ、リーパリ諸島あるいはリパリ諸島という呼び方もある。イタリア語以外ではシチリア語、 アイサリーやライ、英語、エオリアン・アイランズの名称を持つ、エオリア諸島を構成する主要7島。これらの島は、行政上は、シチリア州メッシーナ県に属し、4つの基礎自治体がある。サリーナ島以外の島は、ディーパリのコムーネに属しており、サリーナ島は、サンタマリーナ・サリーナ、例に、マルハのサンコムーネに分かれている。島々はこの海域の活発な、 海底火山活動により形成された。地質学、火山学の分野では、この諸島の島々の名に由来する語がある。例えばブルカーの島は、火山を押す語そのものの語源となっている。ストロンボリ島は、完結的な激しい噴火を示す、ストロンボリ式噴火のモデルとなっている。ディーパリ島で発見された、石英素面岩は、島の名にちなみ、リパイトと呼ばれた。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。